みつどうもみつおです。毎日みつ軽生活ということでね、相変わらずやっているんですけども、リスナーさんから今回もカードをみつおさんにもむしろあげたいみたいな、みつおさんに持っててほしいというね、リスナーさんが現れて、もうありがたく僕はもうもらえるものはもらう派なんで、ということで、カードがですね、届いたんですけども、なんかね、でっかい段ボール届いたんですよ。なので今回そちらを一緒にね、皆さんと見ていけたらなと思います。それでは、GO!はい、それではね、こちらのもうでっけえ段ボール届いたんで、早速開封していきたいと思います。いやもうね、正直めちゃくちゃ嬉しい。もう中身が何であってもね、もう牛糞とか嫌だけど、基本的に何が中身でもね、めちゃくちゃ嬉しいです。それでは見ていきましょう。まだ俺もね、中身を知りません。ドドンと、おっ、待って、横長のデッキケースみたいな、多分ここにカードがいっぱい入ってて、なんかプレイマットみたいなのも入ってんだけど、何これ。ちょっと先にこっちから見ていいかい。すっごいなんかもう賞状でも入ってるんですか、これ。ちゃんとしたね、入れ物に入ってるんだけど、俺こんなの初めて触ったんだけど、みんなこういうのに入れてんの、プレイマットって。オッケー、取れた。なんだろう、本当にね、何入ってるのか全然聞いてないんだよね。これなんだ、なんかシューティングセーバーみたいなクリスタルウィング系かシューティングセーバー系のモンスターに見えますけども、一体何なんでしょうかい。何、なんだっけ、レビオニアだっけ、これ。超かっこいいんだけど、なんか20thって書いてる。ごめんね、ちょっと価値は分かんないんですけど、レビオニアみたいなやつだよね、これね。なんか西軍デッキ作った時にこのカードを俺生成して UR でやった記憶があります。2018セカンドみたいなの書いてる。ランキングデュエル。正直言っていい、めちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。これ遊戯王の時、こちらのね、スリーブじゃねえや、プレイマット使わせていただきます。かっこよ。じゃあ今日はせっかくなんで、これに出してカード見ていきましょうかね。よし、じゃあやっていきます。めちゃくちゃかっこいい。逆側だ、こっち側だわ。もうすごい使い古された感があるね。すごいわみんなに聞こえてるか分かんないけど、今ね、もう5時ぐらいに撮ってんだけど、夕方のバカカラス鳴いてる。はい、待って、この量、ガチ、こんなもらっていいの。正直横長の時点で結構刺してたけど、ちょっと見ていくよ。どういうカードが入ってんのかな。ちょっと待ってね。ノーマルカードとかも全般的に入ってる感じなんか、これって。はい、電脳怪獣ジュジュ。これ電脳怪獣使われたことあるな。出た、マッハゴーイーター、コルク10。出た。これスピードロイドね、使うカードですね。おお、クリスタルウィングシンクロドラゴン。これね、マスターデルで分解しました。ありがとうございます。はい、 GOM ガン。これスピードロイドのカードたちだね。もしかしてデッキが入ってんのか。コルク10、ズール、カイドレイク、ハイパーライブラリオンで、天輪の創生同士に調律、クイックシンクロン2枚目。でスピードロイドのカードたちだ。レイゴマ、ダブルヨーヨー、ダイス。ちょっと待って、ここにね、今スリーブの塊があるんだけど、これもしかしてさ、違ったごめん、スピードロイドデッキかと思った。カタールターボ、でもぽくね。スピードリバース、スピードリフト、デュブリゲート。ほら、ライダーも分解したんだよな俺。チャンバライダー、カイドレイクってなんだろう、わかんねえな。でダーマ、コルク10、ライダーが3枚ぐらいある。でアンデッドワールド。こっからアンデッドゾーンに急に入ってきたアンデッドゾーン、カードが多いからちょっと急ピッチで見ていくね、みんなごめんね。アンデッドワールド、クローアップブルーム、ドーハツーラ。出た、マスターデルで UR で実際めちゃくちゃ強いカード2枚入ってる。バンシー、やばくない。うわ、ユニゾンビのシクが3枚。かっこよすぎるんですが、ユニゾンビね、これ OCG で俺が当時やってた時高かったんだよね。欲しかったんだけど、でマスターデルでも UR だからさ、実際揃えられてないのよ。ユニゾンビいいっすね。で冬桜に、ニックキネクロバレー、これ最強カードですね。でライトニングバスター、これね、めちゃくちゃお世話になってました。でバニティスペース、凶悪最強カード、これ第1回 DC で俺ジャンルに組み込んで活躍してました。ありがとうございます。ゾンビキャリア、オライオン懐かしい。ハリラドの時めっちゃ使ってました。でサタンクロスね、これなんかリリースしてうんぬんかんでんのやつだよね。おお、かっこいい。スーパーかな、死者蘇生で、シークレットの手札抹殺で、祝のグリオンガンド、あーセイファート、お大将軍支援のシークレットかっこよくねこれ。あレリーフか、ごめんレリーフかっこいい。ウェーブホース、アルティメットファルコン、おおジャッジメントドラグーンのレリーフかっこいい。そしてドッペルウォリアーがこんにちは、グローアップバルブ、スチーム、ドッペルウォリアー、ジェットシンクロン、ドッペルウォリアー、なんかこの隙間ドッペルウォリアー何なのこれは。ライトロードハンターライコに、うわネクロガードだ、懐かしい。出たドラグーンオブレッドアイズ、これなんか俺が遊戯王やってない間にね出たらしくて、なんかブラックマジシャンとレッドアイズの融合なんだけど、これめっちゃ強いらしい。でマスターデール始めた時にはもう禁止カードでしたね。はい、人気ですね。ギャラクシーサイクロン、セイファーと愚かな服装、ディメンションアトラクターの、これ何レア、この斜めのこれ何レアっていうの出ました。最強手札誘発ね。ぶらつくホールにグレンの指名者出た、これ強いんだよね。クイックシンクロにデストルドで、チャンバライダーにアクアドリンのゲリーが3枚、これキモイルカジャンルデッキ作るか。これな強いんだよ、でも実際悪くないんだよこのカードで。ギャラクシーサイクロンにさらにアトラクターがさらに2枚、同じリアリティだね。でディアブロシスに6部衆がここからこんにちはしてくると。さあまた半分もいっておりません、たくさんあるね、いっぱい見ていこう。もうカードね見るの大好きですから。6部衆の影武者、6部衆の荒行、これなんか6部衆デッキも入ってるってことなのかな。6部衆支援ね、はいはいはい。現場こんなのいた、キザル、あ早いね。同時ほら6部衆のカードがやっぱ多いわ。瑞穂市内、お門まで入ってるよ、こっち裏になってるのか。門が3枚、これマジでデッキ組めるってことなんじゃないか。で出ました、ブロックドラゴン、もうほぼ実質専用サーチカード、三影獅子さん、ああ希望ホープの祝かっこいい。ホープダブルにトルネードドラゴン、絵西過激、ユニオンキャリア、これね禁止カードですね、これめちゃくちゃ強いです。ライトニングストーム、禁じられた人雫まで入ってる、これマジでいろんなデッキ組めるぞ。ライストが2枚、いいのこんなもらって。うわった、ここで汎用カードサルクルヌルキルツプレッシェで、パロネスが来て、抹殺の指名者、セレーネ、あらゴンダ、セレーネスピードリバース、ここで来て、裏のスリーブかわいい。赤目のダイス、リュブリゲートとタケトンボーグ、マジックハンド、これはデッキなんじゃないか。どうなんだ赤目のダイス、ちょっとわかんねえな、これはちょっと後で聞こう。スピードルート、でもスピードライドのこれデッキっぽいよね、これは何ハーピーペットドラゴン、ちょっと知らないの来ました。抹殺ルーレット、ほらこれはデッキっぽいな、ギチギチに入ってたからちょっとスリーブがひっついてる。トポロジックパワードラゴン、懐かしい、これ結構強かったんじゃないっけ。サイバードラゴンの場に神の宣告が2枚、しかもなんか古くねこれ、気のせい、ちょっと古い感じの神線に見える。めちゃくちゃ綺麗だよ、ちなみに状態この1枚目特に神線いいね。ノーマルじゃなくてこれで使えるのはいいわ。正直言ってもうこの時点でとんでもないことになってるんだけど、ダークオルカティズム、何こいつはちょっとビジャ版のカードだ。テラフォーミング、はいこれマスターデールで禁止になりました。無限包容持ってなかったんだよね地味に。トポロジックトゥリスバエナ、あーこいつね。でサイバードラゴンのデッキ、赤いスリーブに入ってる。サイバードラゴンはマスターデールも実はちゃっかり持ってんだよね俺。メガフリートにノバインフィニティのインフィニティが2枚、ノバが2枚、ランページが2枚、こいつがね最後の基本的にとどめのカードですね。でキメラテックフォートレスにジーガー、おトポロジックグリフォンでも入ってますねこれ。グリフォンこいつ強いんだよな。でプラチナガジェット、ガジェットをリンクでした。あ次こっちかな。でクリフォード・ゲニウス、サイバードラゴンヘルツが2枚にエマージェンシーサイバーが3枚、コアが3枚、これマジデッキじゃんこれ。ネクステアが3枚にヘルツが1枚、ギャラクシーソルジャーまで入ってる、機械複製術まで入ってるよ、サイバーリペアプラント、あマジでこれデッキだ。オーバーロードフュージョン、ハーピーの羽ぼき、マジでいいのこんなもらっちゃって。ワンフォーワン真っ白スリーブマジシャンズソウルズに出ました。皆さんトークンコレクター、これね創建の時俺のドッペルウォーリアとかアウローロドンのトークンがこいつに食われてめちゃくちゃ苦戦して、で逆に創建が流行ってたから俺もトークンコレクター入れたりしてね使ってたんですよね。で未来竜王ホープサイバネティックオーバーフローにランページがもう1枚ワイゼルインフィニティ、うわホープザライトニング、これね当時エクシーズ環境だった時に俺めっちゃ遊戯やってたんだけどマジ強かった。これ必須カードで俺も漫画買いましたね。これ漫画の付録カードなんだけど、でフェニキシオンチャージウォーリアーウォーウォー来た、ウォーの翼神竜ベールゼ、メタファイズフォルス禁止カードになりました。ヌスットの煙玉ギャラクシートマホークに Z がディミッター解除、ディミッター解除愚かな埋葬、ちょっと待ってとんでもない数だよ。で抹殺の指名者、これもだってもう4枚5枚入ってるよ。アカシックマジシャンにスカルレット、つい最近ね俺暗黒界デッキを使って配信でこれも使ったりしましたね。レビアタンにバルキュルスにレイジオン北魔豪神ケルベラル、これ当時ね魔豪神ってデールターミナルっていうゲーセンの機械に入ってたカードで、これをね某 YouTuber がね紹介とかしててめっちゃ使いたいなってね学生時代思ってたんですよね。でも高くてさ、グリムロ3枚にクルスにクシャノが3枚でもうこれは魔法神使えって言われてますね。これカナシアノズキチャワーで緊急テレポートにここでこんにちはリミッター解除と、でサイバードラゴンノバギガフリートノバ、これサイバードラゴンめっちゃ入ってんな。サイバードラゴンと Y、 うわサイバーエルタニンじゃ懐かしい、これ V ジャンプでカイザーが使ってたカードだよね。サイバードラゴンドライ、この時俺やってたもん遊戯王。はいはい、パワーボンドにはいサイバーエンドドラゴンツインでスリーブがおおかっこいい、俺こういうの好きだよ。この基本的ななんかベースのスリーブ、何これはこれは何、遊戯王オフィシャルカードゲームって書いてるから公式だと思うんだけど、これ何のスリーブ、これわかんないな。2枚入ってる、これ何なのこれ、知ってる人いたら教えてください。これわかんない、これなんか海外版のサイフレームギアガンマにディメンションアトラクターにホープ1だっけ、重ねるやつだね。こいつらの海外版なんだけどかっけえな。昔ね海外使えてたんだよね、公認その大会とかでも。だからなんか安くて日本だったら仕入れたりできたから、海外のあとこれレアリティがね日本ではなくて海外ではあるとかそういうのがあったりして、海外版のカードとかって、今どうかわかんないけど当時はねめちゃくちゃ貴重っていうか、逆に海外版でデッキ組むみたいな人もいましたね。ぶっちゃけ友達にいた時めっちゃ迷惑だった。これはトイシープみたいなやつだ。でうわこれはあれだ、なんだっけ、次元障壁みたいなやつだ。シンクロって選ばれたら俺が詰めやつね。てかこっから何海外、待ってえぐいって全部マジ。ドロール&ロックバードにサモンリミッタースウィントイスターのめっちゃかっやばくない、これなんか高いカードとかも入ってんじゃないのこれ。アポローサにニビル3枚、美しすぎるんだが。ちょっと待って、これ大丈夫これ、ちょっと待って、これ大丈夫これこれすごいトータル金額とかじゃないよね。俺よく分からず、これ三尾さんに持っててほしいんですって言われたから、これやるならもらうよみたいな感じでさ、もらったんだけどやばくないかこれ。超融合ツボ過密フォーミュラーシンクロンクリスタルウィングコズミックブレザー、何これかっこよ、このコズミックかっこよ。でウサギ出たロンギトリシのロンギヌスの3枚、かっこいいなこれ、めちゃくちゃかっこいいよ。でデストルデュー出た俺のマスター出る最初の相棒サベージ、やばい美しい。マジでこれ全部もらっていいの本当に。マスマチシャンにクリスタルエフェクトベーラー、もう見えないんだけどシークレットでいいのかなこれも。ブリキの軍曹オメガ緊急テレポート141白雪、いいね超融合。パンクあれだ、パンクなんちゃらみたいなどう忘れした。待ってレッドリーベットめっちゃよくね、めちゃくちゃいいんだけど。キンテレ何このヒーローライブかっこいい、ギラギラめちゃくちゃギラギラしてる。で愚かな埋葬、レッドリブート、ガメシエル、なんだっけこれ雲のやつ、ああこれ死者蘇生だっけ、確か死者蘇生の海外版ってこの映画絵面じゃなかったっけな、確かこれ使ってるリアトもいたんだよな。デクレアラにヒーローライブ、カオスレーラーにカオスソルジャー、え待ってこれめっちゃかっけえ、えぐいんだけど、アビス、マスマティ、トリシューラー、はい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 、ゾーンキャリー出た、エフェクトベーラーの光り方だ、ブロードラー、あドッペルも海外版、ベーラーにハリファイバーと、やばすぎる、もうこっから海外ムーブきた、これあれだサンドラに入ってる電池面のやつだ、ダンディえ待ってこのダンディライオンめっちゃいい、このダンディライオンめっちゃ良くてインスタントフュージョンが300円で買ったらしいですこれちょっと待って生々しい、これ300円で買ったのそのままもう上げちゃってますやん、カタストルに白雪に、あこれあれだ魔界劇団のやつらだ、魔界劇団もじゃあ使ってたってことなのかな海外版で、魔界劇団俺あんまわかんねえんだよな正直、この辺のペンデュラム環境はでもめっちゃいいね、レアリティ超かっこいいんだけど、この辺はそうだね魔界劇団のカードたちがデッキにもなってんだろうな多分な、ごめんなちょっとこの辺詳しくなくて説明できないんですけど、まあ、とにかくめちゃくちゃかっこいいです。電池面、あサンドラに入ってるやつだった、サンドラくんじゃサンドラが来るんじゃないのこれマジマジめちゃくちゃいいじゃん、えこの使ってあげないと、もしかしてこれめちゃくちゃかっこいいんだけど、嘘でしょ、えぐっ、ああ黄金室かっこいいなこれ、闇の誘惑に、おおかっこいい、サンダードラグラウンドでこっちが3枚か、はいはいこれもだからデッキになってんだろうなあ、日本語版に戻った、パンクラにヴァンパイアサッカー、ルドラにおおインフェルノイドね、懐かしいな俺インフェルノイドでさデッキ組んで初めて出た大会がブックオフの大会だったんだけど、そのブックオフの大会で、まあ、俺ら田舎だったから結構ね緩かったのよ、で対戦相手が女性でその彼氏が後ろから見ててなんか指示出しながらやってたのね、で俺その女性に負けたっていう、めちゃくちゃ事故ってて俺普通に負けて、そっから遊戯王の大会1回も出たことない、人生で1回だけ、スクラップバイバーンです。デモウスの出たこれレベル5でさなんかインスタントフュージョンかなんかで使われてなかったっけ、暗黒界の取引、アルマドゥーク、セルリー、お暗黒界来た、ジュラシックアウロ、コードトーカー、ジャックナイツのやつだね、おファルコン、シャドールもね俺マサーデルド持ってるしデッキもねOCG の時から使ってたんですよね実は。暗黒界とノイド混ぜてんのかこれ、なんかほら結構やぞ、しかもなんか数枚入ってる、これ中身は結界像3連だでオディラプターにアルティメットコンダクター、ラバー5、はいはいはい、で群雄割拠が3枚にミステイクも入ってますと、ほらノイドもやっぱ結構集まってるっぽいで、ジャンクシンクロンボルトヘッジョック、お一撃必殺居合ドロー580円買ったのめっちゃかっこいいけどもよ、買ったんこれマジで、でもかっこいいな実際。はいということでラストの束になります。これやっぱグラディアルビーストがおおレリーフ結構揃ってるっぽいこと、でここでノイドのね煉獄の悪夢なんかちょこちょこ離れてるけどでもちゃんとデッキになってるんだよな、ミドラーシュにシャドウディストピア、これ強いんだよなシャドウディストピアで、ドラゴンにカリギュラで最後はレッドリブートと、これマスターデルでもね多分環境でかなり使うカードになると思うんで注目カードです。はいということでもうね皆さんこの画面いっぱいにある通り大量のカード、そしてこういうね海外版のめちゃくちゃかっこいいレディーとかも含め、さらにはこのプレマよプレマまでいただいてしまってもう本当にありがとうございます。ちょっとねこんだけ遊戯王のカードもらって、しかも何個かもうほぼデッキみたいなものもあったんで、マスターデール以外のねこの OCG も、特に面子ディスコードでねビデオ通話しながらやれるので、リモート遊戯王とかもね前も言ったんですけどもうちょっと手を出していけたらなと思っております。はい、ということで今回はね本当に、善意でだと思うんですけども、こういったたくさんのねカードを送っていただき本当にありがとうございます。大切にね使わせていただきたいと思います。それでは皆さん、また次の動画と生配信でお会いしましょう。おつみつおでした。バイバイ。